の打席はどうでしょうか。ランナーがサードにいます。まあ、岡本もジャイアンツの4番でホームラン200本というのを記録しまして、阿部監督もやはり岡本が打つと点が入るという話をしています。そうでしょうね、やっぱりね、これもう1球ね、いいですが見た、フォアボールです。フォアボールは今日2つ目、そして今日初めてジャイアンツということになりますので、ね、自分の立場とかね、はい、バットが折れた、レフト当たりは平凡です。若林が取りまして、さあ2アウト、まあ、自分のポジションというのを、ね、確実させたいでしょうから、はい、こういった少しのほころびも出さないようにね、はい、しっかり0点で投げたいですね。